にちは。今日はあるものを使っていろいろなお菓子作りにチャレンジしたいと思います。そして今日使うのがこちら、オレオです。このオレオを使って3種類のお菓子を作りたいと思います。そして作る3種類は、ホワイトオレオチョコレート、オレオアイスクリーム、オレオブラウニーの3種類作ります。今回もなるべく材料は少なくしたい、お家にあるもので作りたい、お手軽に作りたいということで、めちゃくちゃ絞った結果、はい、こちら、卵、牛乳、チョコレート、これだけで今の3種類のお菓子作ることができます。では早速作っていきましょう。はい、ではまずはオレオですね。9枚入ってました。オレオアイスから作りましょう。はい、こちらコップ準備しました。コップの中にオレオクッキー3枚かな、3枚でいきましょうか。オレオ入れましたら砕きます。軽くでいいです。なぜかというと牛乳を入れるから。牛乳入れるとね、オレオがかなり柔らかくなるので細かくできますよね。まあ、クリーム溶けたなってぐらいで完成です。簡単、このぐらいですかね。じゃあ僕はもうこのままスプーンを刺して冷凍庫に行きたいと思います。今は立たないので、ちょっとまた様子見てかき混ぜるときに中心にこうなるようにします。冷凍庫に2時間ほど目安ですね。行ってきます。チョコレートを溶かしていきますので、こういった感じで、よいしょ、熱くした中に簡単な方から作ろうってことで、先にホワイトチョコの方を溶かしていきます。こんな感じで砕きますね。では溶かしていきます。はい、じゃあ砕いたオレオを入れます。1枚で良さそうだね。これを中に入れます。なんか想像してた以上に量が少なく感じる。板チョコ1枚ってこんな少ないんだっけ。はい、2つ目完成しました。これはね、このまま冷蔵庫で冷やしていきます。はい、それではラストです。チョコブラウニーです。チョコレートを砕いて、はい、溶かします。はい、チョコレート溶けました。はい、それではこちらですね、卵を入れます。もうチョコレート結構甘いので、お砂糖はほんと少なくていいと思います。ちょっとね、ちょっと、まあ、甘いの好きな方はたくさん入れていいと思います。で、これを泡立てます。プリンみたいな色、ちょっとね、こうとろみがある感じの、これぐらいで大丈夫です。溶かしたチョコの中に入れていきます。こんな感じでとろみ出るぐらいで大丈夫なので、これね、大きいやつに入れればよかったな。移動しようかな。はい、では混ぜます。オレオクッキーも入れます。はい、2枚目入れます。こうやって砕くとね、手にクリームがつかなくていい感じに砕ける。じゃあね、もう1枚入れようかな。3枚目、もう皆さんお好みで入れちゃっていいです。うん、3枚ぐらいで結構クッキー感があって、これぐらいでいいかなって感じですね。はい、では電子レンジに行ってきます。700ワットで3、4分なんですけど、一旦僕は3分ぐらいにして様子見ていきたいと思います。はい、とりあえず3分でこんな感じになりました。ちょっと半分に切ってみます。断面はどんな感じかな。火が通ってるみたいですね。ではこれは完成ということで OK です。あとは冷蔵庫で冷やします。はい、完成しました。これすごいよね。ほら、オレオ残ったんですよ、2枚ぐらい。残ってこのバリエーションですよ。すごい。そしてね、なんかホワイトチョコの板チョコがね、意外とすごい小さいっていうね。アイスもできたし、ブラウニーもかなり大きいブラウニーができたし、もうすごく楽しみです。じゃあ早速食べましょう。これは美味しそう。いやー、めちゃくちゃ美味しそう。はい、ブラウニー。そしてチョコ、ホワイトチョコ。これもすごく美味しそうですし、アイスでかい。でね、アイススポッて取りたいので、ちょっと周り溶かすためにこうやってね、手で温めたりして。こうすればね、スポッて取れるんじゃないかなと。あー、ちょっと回ってる、ちょっと回ってる。もう少し溶かしていきたいと思います。だから先にね、一口で食べれるこのチョコレートからいこうと思います。ペリッてペリッてやって、おー、あ、取れた。こんな感じです。いただきます。いただきます。うん、なんかこういうチョコレートって売ってますよね。ちょっとコンビニでも海外の高いやつみたいな。美味しい。うん、わー、これは美味しい。もう今ので板チョコ半分ってことですからね。次、じゃあチョコブラウニー食べましょう。卵と板チョコとオレオだけだから結構硬くなってる。見えますか、オレオ入ってます。いただきます。うん、
うん、すごい。オレオのクッキーのサクサクもあって、これすごいよ、すごいよ、本当に。カントリーマームを少し固くした感じのブラウニーです。美味しい。甘さは程よくなりました。これぐらいでちょうどいいと思います。優しい感じの甘さで。では、アイスです。いきます。回るかな？おー、すごい回ってる。あ、取れた！取れた取れた、来た！来ました。オレオアイス、やばいこれ。いただきます。シャーベット系だ、シャーベット系。ガリガリ君みたいにすっごいシャーベットじゃないですね。クリーム系のアイスのが好きで、ちょっとシャーベット系あんま好きじゃないんですけど、そういった方でも全然気にならないシャーベットです。ほら、白色のクリームが残って見える。砂糖なしだと本当に甘さが感じられないので、加えた方が甘くて美味しいと思います。わかった。ココアパウダー入れるといいかも。砂糖とかじゃなくて。そうすると本当にチョコアイスみたいになっていいと思います。オレオ一袋でさ、こんなにもいろんな種類のお菓子作れて、すごい満足できる。どれも美味しい。これはやばいよみんな。すごい美味しい。ついにあとこんだけ。ああ、この作り方いいですよ。コップとスプーン。ああ、もう結構お腹膨れた今のアイスとチョコとブラウニーで。ブラウニーもう一口食べよう。ブラウニーもほんとすぐできてすごいよね、これが。レンジで3分温めただけですよ。すごいですよね。はぁ、美味しかったー。ごちそうさまでした。点数つけましょう、10点中。まずこれ、10点中8点。なんで8点かっていうと、ちょっとね、甘すぎた。でも、ちょっとで満足できるので、こうやってね、作ったら、スプーンで作って、ラップの上とかにこう、アルミホイルか。ほんとちっちゃいこういうチョコチップみたいなの作れば、1個ですごい美味しいので、そうやって小さくして食べるとめっちゃ美味しいと思います。それだったらもう10点。チョコブラウニー、速さと美味しさでもう10点満点です。しっとりとしたすごい濃いチョコレートのブラウニーなんですけど、その中にこのオレオのクッキーのザクザク感がすごいいいアクセントになってて、めっちゃくちゃ美味しいです。はい、そして最後、オレオチョコアイス。ちょっとね、僕、本当に甘さが入ってなかったんですよ。甘さを加えれば、もうめっちゃ点数高かったと思うんですけど、牛乳とオレオで作ったから、点数は7点。でも、アイスって作るのすごく大変ですし、こんなにも上手にできたので、本当ココアとか使ってやれば、もっと点数も高いですし、もうすごくいい仕上がりでした。もうこれはめっちゃ良かったです。で、量も結構僕多かったので、調節してみんな作ってもいいと思います。コップの半分の量にするとかさ、それだったら凍るのもすぐ凍って食べれると思うので、そこはね、調整して作ってみてください。はい、以上、オレオでいろんなお菓子を作ってみたでした。今回はもうめちゃくちゃ僕大満足してるので、ぜひ皆さんにも作っていただきたいと思ってます。で、作った方はね、コメントとかもいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。